横浜開港祭フィナーレの花火に続く最後のプログラムはこの開港祭恒例となりました。横浜市民約1000人の皆さんが準備完了、横浜銀行ドリームオブハロウィーンです。ここでですね、今回の横浜開港祭第31回実行委員会委員長にご登場いただき、皆様にご挨拶をしてもらいましょう。第31回横浜開港祭実行委員長、野沢義勝さんです。はい、皆様こんばんは。第31回、横浜開港祭、実行委員会の実行委員長を務めさせていただきます、野沢義勝と申します、本日はたくさんのご来場どうもありがとうございました。じゃあ委員長、はい、今から歌うこの1000人の皆さんにも参加御礼のご挨拶をお願いします。はい、ドリームオブハーモニー、参加の皆様、何ヶ月もの練習にですね、たくさんご参加いただきまして、本日は本当にありがとうございます。気持ちよく歌いましょう。よろしくお願いします。この開港祭はこの先何十年も何百年も続けるべきお祭りでございまして、はい、何百年といった瞬間なんか皆さん笑ったような気がするんですけど、割とマジで言ったつもりなんですけどね。そういう意味でこの開港祭とはどういう力が集まって成り立っているお祭りなのか、ぜひご説明をお願いします。はい、ありがとうございます。まずは、この6月2日というのは、皆さんもご存知の通り、開港記念日でございます。この開港記念日というのは我々横浜市民にとって非常に欠かせない大事な日でございます。この港に感謝をし、この港の誕生日を横浜市民の皆様と一緒にお祝いしようと、こういうような形で開港祭というものを始めさせていただいたのが初めてございます。この開催に対しましては、市内の企業の皆様をはじめ多くの市民の皆様のご協力のもとでこの会が成り立っているものでございます。はい、もうこの野沢さんはじめ多くの若い人たちがやる、企画するこのお祭りですね、今スポンサーの皆さんへのお言葉もありましたし、今実行委員長としてもうこの最後のプログラムを迎えて今の気持ちをぜひお話しください。はい、ありがとうございます。そうですね、本当にまだ終わってはおりませんが、非常にここまでで感無量でございます。まずお元気が、持ってこのような形で気持ちよく、皆様と歌うことができ、そしてこの後の、ビブスペクトルオブハーバー、花火を、見れること、この瞬間をですね、こんなに多くの皆様と共有できることがすごく嬉しく思います。今までの、実行委員会が苦労してきたことが市民の皆様の笑顔で全て吹き飛ぶと思いますので、ぜひぜひ最後まで楽しんでいただきたいというふうに思います。はい、実行委員の皆さんもどうもここまでお疲れ様です。最後までがっつりやりましょうね。イエーイ。さあ、もう一人一緒にシカを歌ってくださるスペシャルゲストを呼びます。昨日に引き続き2日連続で来てくれました林一生です。大きな声援を。皆様こんばんは。昨日から始まりました横浜開港祭、楽しんでいただいてますか？どうもありがとうございます。今実行委員長の野沢さんから本当に力強いお話を聞きました。本当にありがとうございます。この31回の開港祭が横浜青年会議室さんの努力でずっとこうして、皆さん楽しみに本当にありがとうございます。でそれから今日は1000人の歌を歌ってくださる皆さん、どうもありがとうございます。素晴らしいですね。1000人のコーラスなんてめったに聞くのでありません。この後私もご一緒に横浜しか歌わせていただきたいと思います。
日本中にはたくさんの都市がありますけども、まあ、それぞれ市長は持ってるみたいなんですね。でもこうやってみんなで歌えるっていうのはとても素晴らしいですね。あと歌わない曲ですね。皆さんいろいろな声で横浜市歌を歌ってらっしゃると思います。今日この後横浜銀行のドリームオブハーモニーということで一緒に歌いたいと思います。横浜が開業して153年、先人のご苦労を思いながら、そしてみんなでこうやってお祝いするこの会は、さっきの話もありましたけれども、200年、300年と続くようにみんなで頑張りましょうね。ありがとうございます。そしてこの横浜市とみんなで歌った後は、この東芳の皆さんがまた美しいハーモニーを聞かせてくださいます。その後ですね、待ちに待ったビームスペクタクルインハーバー、光と音と花火の素晴らしい一大ショーが待っています。そして開放祭のファイナルを目指していきます。最後までみんなで楽しみましょう。ありがとうございます。横浜市長林久美子さんでした。私から皆さんに再度大事なアピールをさせていただきます。千人のコーラスの皆さんは伴奏に乗って歌を歌いますが、これ伴奏は生演奏なんですね。すごいことだと思います。OK、もう生でやる、この一体感でぜひ皆さんもご唱和ください。さあ、それではお待たせいたしました、全7曲です。横浜開港祭フロレドステージ2012横浜銀行ドリームオブハーモニー、市民1000名が奏でる夢のハーモニー、その生演奏、今日のために練習を積み重ねてきたリーダー役の皆さんを紹介します。まず指揮者がお二人です。岡田有弘先生、どちらですか？はい、こちらです。向かって右側、神奈川明弘先生。私が横山の方向、向かって左側のテントの中で生演奏のエレクトーン、小林由香さん。もう一方、久保田彩子さん。そしてドラムを叩いてくださるのが大石照也さんです。2012横浜銀行ドリームオブハーモニーオープニングナンバーは横浜鹿です。